不思議な手紙は、杖義春による日本の漫画作品。1959年2月に、迷路4に発表された全16ページからなる短編漫画作品である。後に、杖の最初の作品集、噂の武士に収録される際にリメイクされた。作品の舞台は、古い石炭窯の仮想場だった、独自の世界を開示して見せた、お化け煙突、ある人よに続く作品。 次のペシミスティックな、あるいはシュールな作品においては、高い煙突が重要な役割を演じている場合が多く、お化け煙突や後に物義をかした代表作、ネジ式のジョイの開業をする、金太郎アメビルの航路風の工場においてもある、種の高い効果を上げている。次の内面においては常に、不安や不条理のシンボルとして煙突が描かれることが多い。この作品でも、 仮想場の煙突が印象的に描かれている。また、手紙を題材に使った漫画は、同時期のフルホント少女が知られている。告げ自身は、この作品について、同じく、迷路に発表された、お化け煙突、ある人よとともに、人間の残虐性と、複雑な心の動きを表現しているとし、その後に発表された、鉄路同様に、この頃より単に金銭目的の犯罪よりも、 心理ミステリーに惹かれるようになったという。一方、作品の構成力は非常に高く完成度も高い。ストーリー展開は主人公、犬丸の現在の時間進行と、犬丸に手紙を送った犬丸の母を焼いた仮装場のまたきであった、ヨスさんの告白に基づく回想シーンの2本立てで同時進行していく。犬丸とその友人は犬丸の母を焼いた際に謝って、 同僚の沼田を焼き殺してしまった、ヨスさんの告白から人間の本質を考えさせられる。1966年12月に、次の最初の作品集、噂の武士が刊行され、5作品が収録されたが、その際にリメイクされている。リメイクに要した期間は1966年3月からの半年間で、2月からは、水木しげるのアシスタントを務めておりこの間、 新作は発表していない。水木のアシスタントの期間に次はリアリスティックな病法を確立し、リメイクに応用したと当時のガロ編集部の高野、心臓は推測している。ちなみに、噂の武士に収められた5作は以下の通りである。今更旧作を引っ張り出し恥の上塗りはしたくないが、老せずしてお金が入る誘惑に理性を失ったとの作者の前書きが書かれている。 なお、告義吉春とその作品という題で、白土三平が解説を書いている。以上六名。犬丸は偶然墓地で友人に遭遇する。犬丸は不思議な手紙を取り出し、友人に見せる。差出人は、犬丸の母を焼いた火葬場の恩房であるよっさんこと、東義だった。手紙によれば、東は一年前、犬丸の母を焼く釜の当番であった。が終わり。 東は釜に石炭をくべ始めた。しかし、三番用を炊く、はずの同僚の沼田が見当たらない。東は、焼け具合を確認するため小窓から釜の中を覗いて、驚く。そこには、遺体から金品を盗み出しに釜に潜り込んだために、ひだるまになって、助けを求める沼田の姿があった。東は、バッキャロ。まぬけめ。死ね。死ね。 と叫びながら石炭を投入し続けた。釜の中からは沼田が暴れている音が響く。それでも東は石炭をくべ続けた。二人分の遺骨ではまずいと半分にして東は犬丸の前に差し出した。何も知らない犬丸は骨壺に入れた骨を母のものとして持ち帰る。手紙の中で東はなぜ沼田を助けずに殺してしまったのかわからない。また犬丸に対しては 悪いという気持ちがあるのに、沼田に対しては全くない。この矛盾をどう解くでしょう、と問いかける。ありがとうございます。